してて足痛いってなって塗って窓ダンスすると汗かくから、それするとめちゃめちゃ痛い。よいしょ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 。今日の夜ご飯言っていいかな。今日の夜ご飯は天ぷら。いいな天ぷらは。エビ天好きなんですけど、しそ天が好きです。な、しそ天だっけ、しそ天、しそ天、しそ天が好きです。痛い。そう、これスースーするやつなんです。よいしょ、すごく痛いです。え、ランプ？何これ、なんだっけ、なんだっけ、あのジーニーが出てくるやつ、名前もつかない。アラジンじゃない、あの、え、ランプだよね、魔法のランプ。そういうあの部屋がやってるんですか今は。よしよし、いやー、なんか周りもね、なんかすごいアラジンの世界みたいになってるけど、よいしょ。さよならを語る詩人のいたくてさん、魔法のランプありがとうございます。さよならを語る詩人のいたくてさん、ハートありがとうございます。ヤヤさん、魔法のランプありがとうございます。これ魔法のランプなのかな、ランプなのかな、煙出てるから魔法のランプ。そう、味が痛い。お大事に、ありがとうございます。すごいこれ、すごい、なんかかわいい。おじゃー、昨日小松流うどん行ったよ。お、どうでした？うどんって美味しいですよね。なんかうどんとそばとラーメン、あ、なんか一個省いてる気がする。うどんとそばとラーメン、なんか他に一個あったっけ？ないよね。うどんとそばとラーメンの中でひなは一番。一番がないかもしれない、全部同じぐらい好きかもしれない。うどんも好きなんですけど、今ラーメン、あ、パスタもあるか、パスタとラーメンとうどんとラーメンだったら、あれ、ラーメンに一回言ったかも、何言ったらいいな今。そばとパスタとラーメンとうどんだ、だったら、え、パスタ、今普通に忘れたものが一番好きだったっていう。ひなはたらこパスタとか、なんだっけ、なんだっけ、あのね、あのね、あのクリーミーな、なんだっけ、なんか名前忘れちゃった。みんなたらこパスタが好きだし、あのクリーミーなやつ、なんだっけ、思いつかないんだけど、どうしよう、なんだっけ、カルボナーラ、カルボナーラだ。 T シャツなんて書いてあるの、お腹空いてます、餌くださいって書いてある、餌ください、お腹空いてます、今自主練から帰ってきたのでお腹空いてます、餌ください、ヨッシーも餌くださいって言ってる。なんかヨッシーって抱き心地がいいんです、ちょうどここにフィットするんですよ、顔でかいから、かわいい。そうだった、キャッチフレーズをするのを忘れていました。2月9日肉のひまわり、キュタンプタタン、
うありがとうございます。チャームポイントは明るい元気なところ、肉大好き、福岡県出身、中学1年生中2歳のひなたんこと安井ひなです。よろしくお願いします。お腹空いてます。あ、痛い、足のスースーが痛いです。スースーが痛い。なんかこういうちょっと時間が経つとちょっとスースーしてくるんですよね。痛いです。ひなたんやっほー、ひなたんタンメン、もういつの間にかひなたんタンメンになっちゃってる。こんばんは、ひなたんやっほー、ありがとうございます。ひなたんやっほー、ひなちゃんこんばんは。これ英語なんて読むんだろう。ディってなんて読むっけ。あれないかも。お、姫ってきた。姫って。あ、わかんない。ハートありがとうございます。リュウさん、姫、ありがとうございます。漢字、すご。あ、スースーしてきた。とても。ひなたん、やっほー。あ、こう読めましたね。すみません。私が言ったコマドリうどんに牛タンライスがあったよ。え、ひなた、え、ひな、あのひなライスされちゃった、料理されちゃったの。大丈夫、今ショールームしてるってことは大丈夫。こんばんは。すごい、この姫って可愛いんだけど、すごいね。今何の部屋をやってるんでしょう。なんか、魔法みたいなやつですかね。やばい、スースーしてきちゃった。スースーする。あ、違う。ひなたん、やっほー。卵みたいで可愛い。卵？あ、ひなか。確かに、卵みたい。ここのっぺらぼうだったら卵じゃん、ひな。ひなはそう簡単に割れませんよ。すごい涙袋ある人みたい。卵だって嬉しい。なんかツルツル卵。ひな卵かけご飯大好き。ひなたんやっほー、おでこ出すイケメン。イケメン、ひなイケメンです。ひなイケメンか。イケメンだって。かっこいいってこと。すご。こんばんは。ライスにされちゃった、チャラチャかされちゃったか。ライスにしないで。今日悲しいことがあったよ、ひなた。落ち込んでるよ、ひなた。何があったの？何があったの？プリプリのお肌、ありがとうございます。あ、ヨッシーさんだって。ヨッシーいるよ。ヨッシー。悲しいこと、何があったの？簡単でいいの、自己紹介してほしいです。自己紹介ですか？名前は安井ひな。あ、それは知ってるか。安井ひなです。2月9日にこの日生まれです。好きな食べ物は食べ…あ、間違えた。好きな食べ物、食べ物です。私と好きな食べ物はお肉です。好きな料理はママが作った料理です。何がある。好きな色は紫です。何がある。趣味は料理を作ることとゲームをすることです。特技はダンスです。
何がある他に。何があるかな、他に何がある。好きなアニメはカードキャプターさくらです。好きなドラマは、好きなドラマなんだっけ、最近すっごいハマってるドラマがあるんです。なんだっけ、ね、名前が思いつかない。橋本環奈ちゃんが出てる、なんだっけ、名前もつかないんだけど、なんだっけ、思いついたら書きますね、何かに。ひなたん、やっほー、こんばんは、こんばんは。ひなたん、プリプリな水餃子みたい、水餃子にみたいに、ひな、すごい食べ物に見えるのかな。皆さん、お腹空いてますか。ひな、食べ物じゃないよ、人間だよ。ね、よくね、携帯のアプリとかのスタンプがあるんですけど、そのスタンプ反応しない時があるんです。ひな一人だけ。みんな反応するのに。怖い。ダンス得意なの、すごい。ありがとうございます。なんか、得意です。2歳からダンスやってたの。ひなたん、やっほー。中学生には難しいお話だよ。今日は早く寝てます。よ、ひなた。明日、今日は寝て忘れて、寝たら忘れますよ、きっと。王子様と指輪みたいなやつじゃない？そうだっけ？王子様と指輪みたいなやつ？あのね、本当に忘れちゃった。なんだっけ、なんとかの結婚だっけ、なんだっけ、なんだっけ。本当に最近ハマってるドラマがあって、本当になんだっけ、本当にしか言ってない、どうしよう。あのね、なんだっけ、なんかキングって呼ばれてて、二人があってっていうウェディングのやつで会うっていう話なんだ。なんだっけ、もう忘れちゃった。なんだっけ、なんとかにつなぐ結婚じゃないな、違うな、それは違う。なんだっけ、何歳ですか。12歳です。王子様につなぐ、つなぐ薬指。おお、そんなやつでしたね。火曜日にあるよね、わかんないけど、そんなやつです。あれめちゃくちゃ面白くて、やよちゃんが答え出して教えてくれた、フォローしました、ありがとうございます。橋本環奈ちゃんのやつかな。そうです、橋本環奈のやつですね。あ、やばい、ややちゃんも見てるようになった。おー、一緒だ。あれ本当に面白くて、夜ご飯食べるときとか欠かさず見てます。今日も見たい。こんばんは、こんばんは、やっほーやっほー、やっほー、捧げる、あ、捧げるか、なんだっけ、王子様に捧げる薬指。うん、なるほど、アインってやつ。味がスースーしてきちゃった。22日連続配信ありがとうございます。身長小さそうだけど、何センチまで伸ばせですか。あのひな、今身長が多分147ぐらいなんで、147、148ぐらいなんですけど、145は行きたい、あ、145じゃない、150は行きたいです。150は行きたい。どうやったら伸びるんですか。この間ね、マリアさんに聞いたんです。
どうやったら身長伸びますかって。そしたら、いっぱい食べることだよって言ったんです。ひな、いっぱい食べてるけど身長伸びないんです、どうしたらいいですか。身長止まっちゃったかな。いや止まってないよね、止まってないって言ってください。ひな、身長伸び続けてるかな。ヤクルト、ヤクルトね、ヤクルト買おうと。ロッキーでもっと低い人、ひな、ひなの一個下がユイナが小さいです。でもそろそろユイナに抜かれそうで怖いです。とても、あのね、もうすそろそろユイナに越されそうな感じがしてくるんです。そろそろね、ユイナに越されそうで怖いです。でも足がスースーする、てひーって書いてる、てひー、てひーって書いてる、やばい、足が痛い、スースーする、どうしよう。こんばんは、こんばんは、初見さんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、今日も初見さんがたくさんだ。足が痛い。なんかひな、この今さっき塗ってたお薬、イントネーションおかしくなかった。今さっき塗ってたお薬を塗ってお風呂入ったらすっごい痛いんです。先日お披露目、お見送りやった先日お見送りの時に日向に会ったら身長伸びたと思って。本当ですか、よかった。でもお披露目からじゃない、お披露目からちょっとしか伸びてないよ。幕張の生意気リップスで知りました、ありがとうございます。試験さんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ちょっと待って、やっぱり本当に足が痛い。痛い。なんかこういうのってどうしようもないじゃないですか。どうやったら治るのでしょう。おー、魔法のランプが落ちてきた。あー、やば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 、足が痛いです。チアナゴさん、魔法のランプありがとうございます。血の焦りが良くなってるからスースーする。血の焦り、血が焦ってる、正座してる。違うんですよ、これ塗ったんです。これは疲れたから足痛くてこれ塗ったんです。そしたらスースーして痛いんです。スースーして痛いんですって、本当にもうスースーしちゃう。めぐり、あ、めぐり、おー、なんか飛んできたよ。何今の、え、よく見えなかったけど、めぐりなのね、血のめぐり、めぐりね、今のよく見えなかったけど可愛い。よし、1983。なんか、鳥が乗ってる、魔法の絨毯の鳥。え？魔法の絨毯に乗ってる鳥、ありがとうございます。ひなた面白い。え、ひな面白い？本当に？よかった。ペンギン？これペンギンなの？これペンギンなのかな？ペンギン？鳥かと思った。ペンギンなのか？
ひなたんずありがとうございます。嬉しい、ファンネームをしていただいている。いただきます。とてもスースーします。足がスースーしております。足がとてもスースーしております。かわいい、ありがとうございます。ひなたんずありがとうございます。嬉しい、ファンネームを知っていただいておる。ひなたんを締めに加えててもいい。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ペンギンも鳥だけ。ペンギンって鳥なの？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 そうなの？ペンギンって鳥なの？ペンギンって鳥なの？でも羽なくないですか？ペンギンに鳥。ペンギンに鳥じゃない。ペンギンに羽ってなくないですか？だってここの部分って手じゃないですか？ペンギン。ひなたんユニコーンさんから今度公園に行くねだって。ありがとうございます。コーさん、コンさん、姫ありがとうございます。あるでしょ。あるの？だってここの部分って手でしょ。水の中で泳ぐためにあなた。そうなの？ペンギンっていつもちょこ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 って歩いてるイメージ。なんかペンギンの中の話してると水族館行きたくなってきた。ママ今度水族館連れてって。すごく嫌な顔されちゃった。水族館行きたくなったんだもん。ユニコーンって羽が生えてるユニコーンだよ。連れて行くから。本当に？ありがとうございます。嬉しい。本当にユニコーン大好きで、本当にユニコーンに会ったことないんですけど、夢の中ならユニコーンに会います。ユニコーンのことを考えてれば。ひな、ユニコーンのぬいぐるみが欲しい。すっごいアグネスみたいなこと言ってるけど、ユニコーンのあのね、あの年齢差が本当に違うと思うんですけど、本当にユニコーンのぬいぐるみが欲しいんです。夜こうやって抱きしめて寝たい。そしたらユニコーンがたくさん出てくる夢を見そうです。かわいい、ありがとうございます。ひなたん大好き、ひなたんしか勝たん、ありがとうございます。わらわらわら。やべ、なんかユニコーンです。本当にユニコーン大好き。プレゼントはユニコーンがたくさん来るね。嬉しい。なんかさ、ユニコーンが本当に好きで、なんかユニコーンって可愛いですよね。やばい、時間が。それでは今日はお忙しい中来てくれてありがとうございました。フォローもしていただけると嬉しいです。それでは誕生日を読みしたいと思います。13位ライダーさん、ありがとうございます。12位コンさん、ありがとうございます。11位リュウさん、ありがとうございます。10位マーミさん、ありがとうございます。9位ヤヤさん、ありがとうございます。8位ナミさん、ありがとうございます。7位ストラトスさん、ありがとうございます。6位タンタンさん、ありがとうございます。5位角田さん、ありがとうございます。4位シミシミさん、ありがとうございます。3位チーヤナゴさん、ありがとうございます。2位ヤス1983さん、ありがとうございます。1位さよならを語る詩人になりたくてさ、一体さよならを語る詩人になりたくてさ、ありがとうございます。ありがとうございました。それではスクショタイムし、スクショタイムしてじゃんけんして終わりたいと思います。絶対言ってなかった。
それではじゃんけんして終わりたいと思います。最初はグーじゃんけんポン、シャキーひなチョキを出しました。グーの人いいことあるかもしれません。パンの人チョキの人は次絶対に勝ってくださいね。それでは943人の方ありがとうございました。次の配信も見てくれると嬉しいです。じゃあお休みの時間かな。おやすみなさーい。バイバーイ。5、4、3、2、